にちは。ううん、そんなことはないよ。賑やかなのは好きだし、みんないい人だもの。だからこうしてずっと眺めていたくて。ポテチいいですよ。チップス、芋を揚げて味付け加工などしたものです。いかがですか？薄塩味がいい感じですよ。ありがとう。でもドライアドが揚げ物好きっていうのはなんだか意外。え、そうですか？美味しいものは美味しいのですから、いいでしょ。芋も自然の恵みではないですか。それにこれはリムル様から教えてもらった食べ物です。とても素晴らしい食文化なのです。スライムさんから。食べ物、他にもいろいろあるよね。人同士が平和だから、こういう食文化が発達するのかな。この世界には害虫の脅威があるけど、国同士の交流は分け隔てなく盛んだし。共通の敵がいるというのは、そういう利点もありますね。もっとも、それも簡単な話ではないでしょう。この交流会もその一環ですよね。異世界から来た私たちとトラブルにならないよう、友好的な関係を築くために。いいえ、それは構いません。この世界は美しい自然の力に満ち溢れています。それを守るためならば、私自身何か力になりたいという気持ちはありますから。それは私も同じ。目の前で困っている人を放ってはいけないし、害虫は見るからに危険な存在だよね。私でよければできる限り力になるよ。それなら和食、ご飯とかお味噌汁とか焼き魚とか、そういうのがあったら嬉しいかな。随分と健康的なものが好みなんですね。